はい、PSO 版ウィニーポスト82016実況を始めていきたいと思います。現在1995年9月4週ですね。今日もねゆっくりまったりと始めていきましょう。コーヒーでもねすりながら始めていきたいと思います。さて、そういえばですね、成田ブライアンがね凱旋門賞ではなくカトラン賞に登録しています。このレースね、芝 4000m 楽しみですね。距離が持つのかどうかね。両者がチャンピオンステークスね。ホワイトホールがターフクラシック招待ステークス。これひょっとしたらさ、タヤス強しとぶつかるよね全然計算してなかったのと、これどうしようかな。まあ、2頭出しましょうかね。仕方ない、マブラサンデー菊花賞ね。ちょっと距離がね厳しいかと思いますけど挑戦してみます。もちろんライバルはねトップガン、マヤトップガンが出てくると思うんですけど、かなり厳しいかなと。あとワイプの女王あたりね、一周放牧出して秋華賞ですね。ダンシングデライトが BC フィリー&メアターフと、まあ、そんなところですね。ナイトオブナイツあたりね、できたらね菊花賞出したいんで、兵庫特別使ってからね、もし勝ったらね抽選で菊花賞出走できる可能性もあるのでね、一応登録だけしておきます。まあ、そんなところですか。行きましょうネクストね。サクッとサクッとサクッとタララ、フューティリティステークスカレクックね。14番人気、前走ね5着と好走したんですけど人気が全くありません。1番人気シャープキャッスル、知りませんね。まあ、この辺りだったら、ね、チャンスあるんじゃないかなと。まあ、ただね、アメリカのダート戦線といったらやっぱりレベルが高いですからね、通用するかどうか果たして。レースでいきましょう。今日は土曜日でね、早速競馬やってたんですけど惨敗でした。慶応杯はね欲しかったんですよね。外枠の2頭ね、函館2歳ステークスね、パドック見たらレベル高いんじゃないかなと思って2頭狙ってたんですけどね、ちょっと馬券の買い方をミスってね外してしまいました。ワイスさんさすがだなとね。なんていう馬でしたっけ、オース枠の単勝買ってるんですよね、ワイスさんはね。爆災があるなと。あのやっぱりね、パドック見たらね瞬発力がありそうでね、見栄えのする馬ですよね。ちょっと名前が出てこないんで Wi-Fi つなげますね、申し訳ない。さて、いい手応えですね。カレクック絶好の手応え、絶好の手応え、これ来るんちゃう。これは強いよ。いや、これは持ったままだよ、直線に入っても。いや、これは強い、持ったままひょっとしたら勝つかもしれない。頑張れ頑張れ、カレクック行け、お前の力はそんなもんじゃない。粘ってくれ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 、勝ったよ、やりましたね。これはねブリーダーズカップもひょっとしたら期待できるのかなと。強いですね。 G1 でしたっけこのレース。そう、慶応杯ね、一番外枠のモンドキャノンのね、金車差の奇跡3区でルメールジョッキーでしたけど3番人気でね、人気的には狙い時でしたよね、この馬ね。この馬ね結構走ると思うんですよ。ただ金車差の奇跡なんで距離伸びてどうなのかっていうのはちょっと不安あるんですけど、まあ、1番人気のレーヌ・ミノルあたりね、コクラインサイズステークス、ね、楽勝してましたけど、やっぱりこの馬はね距離伸びて不安あるんじゃないかなという感じがするんですよね。馬体もねどっちかといったらキングアーサーみたいなね、もっさりというか だからね、3連複も持っててレーヌ・ミノルとモンド・キャンノと高速ストレートの組み合わせは持ってたんですけどね、最後高速ストレートちょっと察しきれませんでしたね。大して来ても つかなかったんで、ね、悔しくないんですけどやりましたね、カレクックね。あ、重賞なんだ、 G1 じゃないんだ、なんだ喜んで損したな カレクックの子供がね、あれだけ重賞活動に苦労したカレクックの子供がアメリカでねダート競馬をダート重賞を勝利するって、
なかなか血のロマンですよね。ホラッチョ、このあたりは厳しいです。さて新馬戦、ロイヤルタッチ、ロイヤルタッチ、そうか、クラブ馬に入れたんですよ。これネクストでいきます。もちろん勝ってるでしょうね。スカイデスマザー、不良ババ。ちょっと6番人気っていうのがね、ちょっと残念なんですけど、前走強かったんで、まあただダンスインザダークには勝てないだろうな。ねえ、不良ステークスにダンスインザダークですか。ちょっとそれはないんじゃないのと。まあ、桜スピードあたりもね、力ありますからね。あ、でも。あ、でもこれ大荒れですね。ノーブルイースト1着、まあ、ただね、素質のあるところは見せてくれたんで、このスカイデスマザーもね、実はだって牝馬の重賞を使いましょうかね、まあ、ダンスインザダークにこの差ならね、十分牝馬同士ならやれますよ。まあ、ジョッキーをね、変えた方がいいかもしれませんね。江田さんこの頃多分ペーペーだからね、ジョッキーを変えてね、戦略を立てましょう。さて、オールカマーが、ヒシアマゾンがいるみたいですね。まあ、ただこれ、不良ババなんで、千歳をもいると。大事にいきましょう。やっぱり不良ババとかになったらね、前にいる馬が有利だと思うんで。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ先頭に立ったのは、さてすごい足で来たよ。あれ頑張れ、粘れ、そっからもう一伸び、頑張れ、千歳王や。三強の戦いでしたけど、千歳王ですね。千歳王ね、あの確か雨が苦手な馬だったんですけど、思いっきり弾けましたね。ブリザードはだからね、空き店ですよね。ターフクラシック招待ステークスはね、ホワイトホールとタヤツ強氏のね、激突です。どちらかといえばね、後藤ジョッキーに G1 取ってほしいなと思うんですけど、ナイトオブナイト除外か、参ったな。カレクックの重賞勝利は嬉しいね。G1 だったらもっと嬉しかったんだけどね。調教方針をね、見ておきましょう。なかなかね、スピード A と S の馬も多いですよね。カレクックスピードか、まあいいでしょう。デラックスマツコね、まあ、一応基礎にしておきましょうかね。得意項目の方がいいんでね、伸びるんで。ブリザードはね、空き店ですよね。ちょっと状態がね、放牧中一周、中1周じゃないの、1週間短期放牧出しますね。あとはね、カレクックはね、やっぱ G2 やね、次 G1 ですね。これもブリーダーズカップ、ブリーダーズフュージリティね、これ G1 ですね、狙いましょう。イベントと、ユキノさん、ファーストアロー、これ売ってもいいね。ファーストアローってなんだろうな、聞いたことあるかもしれないけど、なんかよくわからない馬なんで譲りましょう。はい、いい馬だったんですかね、ひょっとしたらね。そうそう、ナイトオブナイツね、ナイトオブナイツ除外されたんで、ただこれ10月4週だもんね、ちょっと厳しいよね。次出して中1週か、次の週に何かレースありますかね。ありませんよね。ありますね、あの元スコ特別、違うかな。
これいきましょうね、はい、ネクスト。さてターフクラシック招待ステークス、タイヤス強氏の後藤ジョッキーに期待なんですけど、やっぱりホワイトホールドがねアメリカでは実績あるんで人気になってますよね。一番人気、武豊。さてホワイトホールはねもう実績あるんでね、あとはアワットあたりかな、ジョンズコール。タイヤス強氏もね十分スピード A なんで通用すると思うんで、まあ外国馬はね大したメンツではないんで、あのファンタジーステークスの方はね、あのミスエルテが出遅れながらも圧勝してましたね。あれ強いですね、うん、なんかねレースぶり見たらね首が高い馬なんで、まあ、フランケルスタンクですよね。距離伸びてどうなのかなと思いますけど、あの馬でもハイペースとかにも合うんじゃないかなという感じがしますね。スローよりもね、ただアワリサンハロン見たら切れてるのかな、切れてるんでしょうね、おそらくね。京都で来てますからね、やっぱり瞬発力もそれなりにねあるはずなんで、ただ気象的にどうなのかな、不安はありますよね。後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはジョンズコール、好位置をキープしています。ホワイトホール、その外にオートウィナー並んで14番フラッグダウン。ちょっとタヤツヨシ最高、その隣にマジで。その横にミュージックシルキー、ビショップルー、この馬も後藤ジョッキーはねもう一皮も二皮もね向けてもらわないと困るんで、アロマランさん先手を取りました。その横にタヤツヨシをね、タヤス通信が後藤ジョッキーを男にさせないとダメなんで、タヤス通信も頑張れ。その隣にブローバーラウンド、ミュージックシルキー、そのうちに続いています。後藤ジョッキーがねあの自殺のニュース聞いた時、僕も胆石をね患って入院した頃なんですよ。入院した日に確か後藤ジョッキーがね自ら殺めてしまった、そのニュースを聞いてから入院したんですかね、確かね。あの時はね本当に何とも言えない気分でしたね。胆石の腹痛というのはね末期がん並みの痛さらしいんで、ボートウィナー並んでフラッグダウン、ホワイトホール、好位を追走、その外からはオータムヌーベル並んでアイツシャーリー。さて力はアロマラウン、どうや、最終コーナーどうでしょう。これホワイトホールは来てるけど、やっぱタイヤ通しは厳しいね。頑張れホワイトホール、ホワイトホール、もうタイヤ通しはダメだ。ホワイトホール来た、ホワイトホールだ。タイヤ通し強しも2着来い、2着来い、2着来い、ワンツーフィニッシュ。ダメだ、1着3着だ。やっぱりホワイトホール強いですね、やっぱりスピード S だけはあってね、うん、この馬強いね、うん、ホワイトホール名前がいいよね。ブラックホールならぬホワイトホールね。父が世界の始まりですよ、世界恥ウイニングチケットの代わりに生まれてきた馬ですからね。まあ、タイヤス通信は欲しかったね、うん、まあ、小回りコースだからね、アメリカは差しにした方が良かったかもしれませんね。追い込みになってましたね。この辺りネクストで期待してないんで、はい、まあ、タイヤス通信は帰ってきて空き店ということになりますけど、もう G1 のチャンス厳しいですかね、うん。さてカドランショーね、成田ブライン、これ楽しみですね、うん、地味に楽しみですねあのね、タイヤス通しはね空き店よりもねコックスプレート出しましょうか。コックスプレート意外と勝てないんですよね、レベル高くて。タイヤス通しね、天皇賞秋もねちょっと強敵が揃うんでね、今のレース見たら海外でも十分やれるんで、コックスプレートいきます。よし、王者出てるけどね、うん、いいでしょう、はい。さてイベントがあるね。あ、ちょっと今時計見るのまた忘れてましたね。今パッと時計見たらね4時44分ですねパチンコならね喜んでいいんでしょうけど、どうなんでしょうかね、4時44分で縁起いいんでしょうか悪いんでしょうか
まあ、今日ね JBC も負けたんでね、今日も負けたんで、明日はねもう軽めに行きますんで僕はね、G1 もないですからね今週は。さてカトラン賞にねレッツラゴーですか。一番人気ね、これ先行で行きたいかなと、先行のがいいと思うんですよね、モンズーンね、前から行きます、前から、まあ、4000m 長いけどレースに行きましょう。こちらフランスのロンシャン競馬場から今年ね2歳馬あまり見てなくてね、いよいよ発走です。まあ、いつもね東北杯とかこの時期あたりからね、あの2歳馬の見ていく、馬体とか見ていく、だから JRA 版でね過去のパドックとか全部見れますからね、どういう馬体している馬なのかっていうのがね、月額500円で分かるわけです。僕だから最近もう新聞も買ってないしね、もう月額500円で JRA 版だけを利用してね、レースも見れるしパドックも見れるし、調教は見れないかな、僕調教あまり見ないんでね、だからすごい月額500円で楽しめますね。パドックはねだからパドック相場感があればね勝てるというもんでもないですからね、この辺りはもうちょっと詳しく話したいところなんですけど、相場感があればね競馬に詳しいかと思う方いるかもしれませんけど、相場感あっても競馬に勝てませんから、それだけは覚えておいた方がいいですよ、相場感だけでは競馬に勝てません、パドック見れても競馬に勝てません。少し間が空いてアンダーワンダー、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。では前の方から見てみましょう、ベルモントターン、だからもうパドック相場感とかパドックっていうのはやっぱり楽しいものですよね競馬はね。それでやっぱり相場感が必要になってくるっていうのはね、やっぱり馬を購入するときですよ、2歳馬1歳馬とかね等歳馬とか購入するときに旨味の力があったらいいんじゃないですかね。ただねパドックで旨味見るよりもはるかに難しいですからね、ヨークの馬体を見るっていうのはね、血統も知らないといけないでしょうしね、どういう風に成長していくかとかはるかに難しいでしょうね、子供ヨークをね見るっていうのは。パドックだったら誰でも見れると思いますよ僕はね。でもパドックでね馬体を把握したからといって馬券に勝てるわけではないですからね、まだ時間だからね、調子が分かるとするじゃないですか、100段階で例えば1頭の馬が88、もう1頭の馬が85とかするじゃないですか、85と88でね一緒のレース走って調子分かっててもね、どっちが勝つかなんて18頭立てとかだったら分からないですよね。それはやっぱり調子以外の要素が働くからなんですよ、馬の能力が分かっても一緒ですよ。だからパドック見てもね、パドックでね正確に調子とか能力とか分かってもね、実際競馬に勝てるかって言ったら別問題なんですよ、来たねこれ、やっぱり強い、刺してくる馬いないね、みんなバテてると思うんで、でもダメだこれ、やられるわこれ、やっぱスタミナある前に勝てないんだブライアンでは。差し返せ、また外からすごいレースがあった、すごいレースが、粘ってくれブライアン粘ってくれ、勝った。凱旋門賞より熱いねこのレース、すごい熱いレースだった、カトラン賞を取ったの初めてかもしれない。すごいレースだった。ナイトオーナイツ一番人気、これ勝ってほしいね、差し馬か、これ勝ってね、ひょっとしたら菊花賞ね、滑り込みでいけるかもしれないんで、4コーナーをカーブして、さあこれからです、ただこれ内でね前詰まってる、あでも最内開いたね、ちょっとずぶいか刺してくれ、刺せよし、でも外からも伸びてる、よし勝ったね、よし、これでね菊花賞いきましょう、まあ、出れるか分かりませんけどね、中一周でね、
まあね、セントライト記念でもね4着でしたからね、ひょっとしたらやれるかもしれませんね。まあね、成田ブライアン、マネトップカーンと同じくブライアンズタイム3区ですから、まあ、距離はどうか分かりませんけど、さてブリーダーズフューチュリティ、これブリーダーズカップじゃないのかな、ひょっとしたら違うんですかね、名前が似てるんでわからないんですけど、まあ、カレクック楽しみですね。ワイプの女王もね楽しみです。まあ、この世界頂上決戦はねパスでいきますんで、ブリーダーズカップではないんだ、これ出しましょうね。ブリーダーズカップジュベナイルか、これ出しましょう、うん、出せるでしょうねこの調子ならね、うん、ネクストね、今回10月5週ぐらいまでやりましょうかね。ブリーダーズカップのね、フィリー&メアターフに挑戦するヌーボレコルトのためにもね、花向けでやりましょうかね。カレフック10番人気、やっぱ人気はないね。やっぱ G1 だから厳しいか。これは逃げ馬なんだね。オナー&グローリーと聞いたことあるね。クリアフェダー知らないな。アフリカンハート。セイクリッドディガー。まあ行きましょうね。レース。まあチャンスはね、あると思うんですけど。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バラードディール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバラードディール行きました。逃げ馬なんでね、簡単に先手取れませんね。あ、でも逃げましたね。それでは先頭からバラードディール、前走4角持ったままでしたからね。キーランド競馬場、アメリカの競馬場の場所っていうのは全然わからないな。キーランド、その外にベリークラフティ、青の帽子、エディターズノート、その後ろすぐ隣に、昨日までね、母がね旅行に行ってて、まあ、海外旅行ではなくてね遠くなんですけどね、まあ、全然関係ないですね競馬の話は。お土産にラーメン、喜多方ラーメンのお土産をね、昼飯で食べたんですけど、美味しかったですね、あっさり、ね、さて、また持ったままだよ。あ、でも手応えあるか、手応えないか、なんか粘ってくれ、頑張れ、カレクック、G1 取れるぞ、頑張れ、もう赤い帽子来てる、粘ってくれ、粘り腰が新庄だ、美味しかったよ。G1 取りましたね。カレーライスの子供がここまで強くなるとは。来年ね、もちろん米国参加狙いましょうね、うん、ダイナガリバー3区ですよ。ダイナガリバー3区がこんなダート走るとはね。あ、でもスピード B ですね。スピード B でこれだけやれたら十分ですね。まあ米国クラシックはね通用しないでしょうね、スピード B では。週刊賞ワイプの情報、この辺りね時間を押してるんで、差しでいきま、ダイジェストでいきましょうかね。ワンダーパフューム、ブライトサンディ、ダンスパートナーは出てきてないんで、チャンスはね十分あります。来たね、これ勝ったでしょ、これ内側から、うちガラ空きだからね。キャンドル強いわ。キャンドルって差し替えされた。あー、でもどっち勝ったかな。いやー、なんか差し替えされましたね、ワイプ女王は。意外と根性ないな。もう一度 VTR で確認してみましょう。桜キャンドルですね、小島太史ジョッキー、僕の相場ですよ。チャンピオンジョッキーの
やられましたね。まあ、この後ね、エリザベス女王杯行きましょうね。さて、この週も楽しみですよ。ナイトオブナイト除外だ、やっぱりね、厳しいでしょう。マベスさんがちょっときついですね。スカイデスマザーもちょっとね、勝ったらね、放牧入れないとダメだね。デラックスマツコがついにデビューと、見ないジョッキー。カレクックがやるね。カレクックってね、筋肉マンの超人ですけどね、頭の上にカレーライスが乗ってるんですよね。筋肉マンがそのカレーライスを食べてましたっけね、確かね。カレーライスがなくなると体力がなくなるみたいな、そんな感じじゃありませんでしたっけ。意味わからんってやつですよね。両者一番人気、チャンピオンステークス。スウェイン強いよ、この メンツはね。一番人気大丈夫ですか、ペンタイヤ。これはね、ビッグネームが結構出てるんでね、楽しみですね。ホーリング、バラヌール、これもは知りませんね。まあ、ちょっとね、メンツ強いですからね、追い込みになってるけど、チャンピオンステークス、アスコット競馬場だからね、差していきましょう、レースを。これも大ですよね、そこがちょっとね、レース多くなるんで。ちょっと打ち入ったらダメだって、そんなところで勝負どころでそんな厳しいとこ入れるなよ。道中ならわかるけどさ。あ、でも来てる来てる、伸びてきた伸びてきた。そんなところで打ち入れるな、バカ。岡部もうちょっと伸び伸び走らせないとさ。やっぱり外回った方がさ、勢いつくから。打ち入ったらやっぱり勝負どころで打ち入ったらブレーキしないとダメですからね。伸び伸び走れるオーストをね、回していただきたいですね。勝てたんじゃないかな。だから直線外回すっていうね、あの指示とかできたらいいんですけどね。もうちょっと細かい指示ができるようになったらね、楽しめると思うんですけど。スカイデスマザー一番人気、武豊ジョッキーが乗って、やっぱりここまで人気が変わるのかと。ユノペンタゴンはね、大気フォーチューン強いですよ。大気フォーチューン G1 馬ですからね、桜スピードより人気があると。4コーナーをカーブして、さあこれからちょっとこれもね、内に入れてるね、外に出してほしいんだけど。2番手は桜スピードを追いすがります。さあ、来てる、これ勝ったでしょ、おそらく。何やってんの、武豊これはないわ、ないわ。これチアーズサイレンスか、まあ強い馬ですけど、今のはもうアシルが上回ってましたからね。あれ、うちに入りたかったんでしょうね、おそらくね、コンピューター的にはね。外出せば弾けるのに。これはね、もうウィポー独特の負け方ですね。まあ、でも力あるのが分かったんでね、G1 クラスの力ありますね。素晴らしい日々はネクストで2着厳しいですね。デラックスマツコ一番人気、調子バツ。これね、ミスターシンデレラの子供なんでね、このね、あのお兄シリーズですよ。お姉シリーズですよ。どこまで伸びるか、京都競馬場だから坂はないよね。ムチバシバシ入れられてるね。マツコさんはね、喜ぶんでしょうか。2着はポルショイレブン、これは桁外れの強さだ、デラックスマツコ。まあね、デラックスマツコなんでね、芸能人のね、マツコデラックスさんとはね、何の関係もありませんので、その辺はね、あのデラックスマツコですからね、この馬は。あ、やっぱスピード B だ。 B だったらな、 G1 勝てるかどうかですね。親父とね、ミスターシンデレラと同じですね、スピード B はね。まあ、マベさんの菊花賞はね、あのダイジェストで、コシャマイン、
お茶ワインもね、距離に限界があるんですかね。やっぱりね、トップガンが強いと思います。お、四角先頭、これはね、2番手トップガン刺されると思うな、多分な、刺されるでしょうね、仕方ないね。2着も厳しいか、3着ですね、2着なんだろう、2着マイネルローマ、格馬ですね、前のトップガンマーベラスサンデー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。マーベラスサンデーはね、なかなかクラシック戦線で強い、ね、レースを見せてくれましたね、うん、3000m は長かったと、うん、確かハルテンで3着しましたよね、サクラローレルが差し切ってね、2着がサクラローレル、3着マベさんですよね、確かね、武豊ジョッキー鞍上のね。さて、この週までやりましょうかね。ダンシングデライトも楽しみだし、カレクックも楽しみ、ホワイトホールも2連覇がかかってますね。タイツ通しコックスプレート状態はいいね、みんないいね、ホラッチはちょっと厳しい、行きましょう。奥さんを連れて厩舎を訪ねると、伊坂さん、さすがです、さすがです。マーブラサンデーはジャパンカップですね、うん、ちょっと放牧を挟みましょうかね、1週間ね。それブライアン忘れてるよね、でブライアン、ちょっとね、2週入れましょう。両王者あたりも前走取れたな、まあ、状態絶好なんでマイルチャンピオンシップ行きましょうね。スカイデスマザーをね、ちょっとこれ1周で回復しますかね、まあ、2周1勝馬だからね、これちょっと難しいな。できれば阪神ジュベナイルフィリーズはね、出したいところなんですけど、もう一勝しないと厳しいですからね。マツコはね、マツコは力あるんで、うん、この辺り出しましょうかね、キリフ賞ね。さて、ネクストね、13番人気、全然人気ないね。前走確かね、ベルメイン賞でしたっけ、内側で壁になってね、敗れたんで、実力でね、負けたわけではないんで、チャンスはね、あると思うんですけどね、スピード A になりましたからね、この馬ね。レースでいきましょう。やっぱりウィップはね、外枠の方がいい感じがするんで、こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。今回長くなってますかね、ちょっと全然わからない、4時44分に立ちます。この後ろからは、まあ、大丈夫でしょうね。この馬を行っていく構えです。さらにはランシングデライト、1番エターナルクイーン、その後ろウィンドシャープ、後方から、では前の方から、さて前目につけましたね、これはいいんじゃないかな。十分チャンスありますよ。ヌーボーレコルトのね、相手対戦相手全然知らないんでね、いつですか、11月6日でしたっけ、日曜日ですかね、また馬券買えるんですかね。ただ今週はね、 JBC 負けてあんまり突き込みたくはないですね。軽々しくね、ヌーボーレコルトの単勝を買うっていうのもね、どうかと思いますしね、みんな買うと思うんでね、ヌーボーレコルトの単勝とかね、配当見よう見はないと思うんで。並んで11番サーガブルーグ、しんがりからウィンドシャープ、各馬がターフの上を駆け抜けていく。かといって他の馬はしませんからね、ヌーボレコルト以
外ね。アメリカンエリザベス、ほとんど差がありません。オーンリコール3番手ダンシングデライト、これはかなり。ちょっとこれはもうなんでそんなところで後ろ行くの。勝負どころであれだけ久保村ちょっともうダメなのかな。これはダメですね。やっぱりアメリカに慣らさせないとダメなんだな。惨敗です。ヌーボーレコルトの腹向けにはなりませんでした。申し訳ない。見事な勝利です。もうちょっと前目につけてね、最後までいいところつけてほしかったんだけど、能力ではないと思うんですよね。さて彼2番人気になってるね、この馬ね。ライバル次第でしょうね。スピード B なんで厳しいと思いますけど、マライアズモーンとかね、マーリン、ヘネシーか、ヘネシーあたりね、シュボバ的には大したことないって言えるんですけど、実際の実績は知らないんで。2歳王者を突破、アニシーまた一歩突破、まあ、チャンスあるんじゃないでしょうかね。化け物級は出てないでしょう、おそらく。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。なかなかね、ブリターズカップ取れませんからね、自家製3番でね。ダートのレースをね、この馬も放っていく構えです。さらにはヘネシー4番、キャッシュタウン、その後ろアンプライドルズソン、どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。ラニーあたりがね、ミヤコステークス出るんですかね。カジノドライブをね、思い出しますよね。カジノドライブをフェブラリーステークスで2着来ましたからね。ラニーもバカにできませんよね。それでは先頭から先手を取ったのはマーリン、その後ろからはヘネシー、カレクック、好位をキープ、ダイヤモンドナイン、それに続きます。並んで8番、まあ、アメリカのダートとね、日本のダートは全然違うと思うんで。その外にキャッシュタウン、並んで6番マライアズモーン、ね、アメリカのダートバーがジャパンカップダートでよく遠征しに来てましたけど、惨敗か、1回勝ったね、ストリートなんとかっていう長い名前の馬がね、あれ人気薄でしたね。ちょっとこれはもう厳しいですね。逃げれなかったら厳しいなと。頑張ってほしいけど、外から差してこい、差してこい、差す足はないやろな。でも伸びてる、ダメか、ダメだ、逃げれなかったらダメだ。クワイエットタンバー知りませんね。やっぱりダートの G1 は厳しい。8着惨敗、仕方ありませんね。まあ、BC ターフこれもう時間押してるんでね、ダイジェストできますね。2番人気か、1番人気はヴィンテージクロップ、もそんな差はないと思うんで、2連覇なるかどうかね。最終コーナーを、おっとこれは2頭の激突ですね。これ負けたな、うん、勝てない。まあ、でもこの1年頑張りましたね。能力が落ちてきたと言われながらも2着ですよ。強い競馬を見せてくれたと。ホワイトホールね、もう引退で守護馬でね、頑張ってもらいましょう。世界の始まり系をね、広げてほしいですね、うん、世界の始まりの不景がね、広がるとは思ってなかったんでね。コックスプレート、こっちの方が期待なんでだよね。スタイル調子15番人気、吉王者5番人気、ちょっとタイル調子ね、先行できます。一応パドック見ようか、知ってる馬いますかね。1番人気だけ見ようか。サークルオフ知らないな、まあ、これもダイジェストできます。お、タヤツヨシ、いけ、タヤツヨシ、ゴト、ゴト、ダメだ、ダメだ、ゴト、人気通りか、2、3着どっちかですね。タヤツヨシ、G1 取れないか、3着ですね、悔しい。あとは香港ですかね。これはチュアネクストでね、うん、これもネクストでね、いきましょう。さて、タイキーブリザード、新聞見た方が早いね。アイルトンシンプリ、桜千歳を、菱山ズもね、うん、
待機ブリーダーの。ちょっとジョッキーがね、八村、八村、これは厳しいね、ダイジェストできます。まあ、岡部ジョッキーがね、あのコックスプレートに乗ってたんでしょうね、吉王者ね。さて、チトセオが刺してくるかどうかね。ジェニューは抑えそうですね。あとはシアマゾンが来た、シアマゾンが押すから。でもこれ残るんじゃないの、残る。あ、チトセオ来た、チトセオ来た、すごい足で来た、2頭がすごい足で来た。やっぱりこの2頭の末足はすごいですね。桜チトセオ、ブリザーズはやっぱりね、あのウィポでも前線マンですね。というわけでね、今回これで終了しますね。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。